何が変わったでしょうか。なんかすごい、なんか今日ロリロリしいね。そんなことない、こんなにできなんか唇にさ、こんなにできてるからさ、唇が今腫れてるんだよね。目充血してる？やだやだ。ゆっちの発表会？お母さん、お父さん、ありがとう。悩み切ったでした。この絵めっちゃ痛いんだよね。食べるのにも喋るのにも支障が大きい。お腹すいた。ご飯ください。何か食べ物をください。食べ物をくれ。確かにご飯だ、もうすぐご飯だ、ご飯だ、ご飯だ、ご飯だ。友達に口ふさがれたことある？ある気がする。だいぶちっちゃい時に。だいぶちっちゃいはちょっと語弊があるけど、小学生とか幼稚園児とか口ふさぐ人嫌いだった。口ふさぐられたら縁切るぐらい好きじゃなかった。口塞いでくれした。好きじゃない。なんかこうならいいの、こうピみたいな、がっつり来られるとなんか当たらない口塞ぎはいいんだけど、がっつりやられるのは嫌だかな。うん、口ふさがれたら舌を出す。やっちゃうかも。うん、やだね。嫌なことされたら嫌なことを仕返したくなる。いやいや返し。今日聞いて悲しいことがあったの。今日ね、街中図書館に行ったんですよ。サトカホラワーでちょくちょく話に出てくる豊橋駅の近くにある図書館に行ったんですよ。どうやって入るのかなと思っても入って、ランチできる場所があって、2階かと思って2階行ったら休館日だったの。嘘、やってるって書いてあったのにサイトに、と思ってもう一回サイト見たら、なんか開いてますみたいな書いてあって、え、開いてなかったよと思ってスクロールしたら25日休館って書いてあったの。こっちに書くのと思って、確かにカフェは開いてたけどさと思って。だから皆さん、あのカレンダーをチェックしていってください。行く際は
開いてれば開いてるけど、うん、うん、眠くなってきちゃった。残念でした。うん、結構やってないことあるんだよね私。お母さん譲りだと思うこれは。言ってみたらやってないあるんですよ。悲しい。ああ今日そう、なんかでねチキンを見たのよ。食べるチキンね、めっちゃ美味しそうと思って、今お腹空いてるからさ、うわチキン食べたい、チキンって思ってチキンチキンってずっと言ってた一人で。うん食べたい。わかん、チキン食べたい。うん、なんだっけ KFC。 でもさ、ヤンニョムチキンとかあるでしょ。何がさヤンニョムなのか よくわかんないけどさ、パサパサのやつが好き。うん、パサパサがしかかたん。お腹空いちゃったよ。誰チキンの話したの。お腹空いちゃったじゃん。無理。無理だよ。お腹空いたよ。お腹すいたな。もうすぐご飯だと思うけど夜ご飯遅いんだよね、眠いな。でも最近ね言ってなかったんだけどね、胃腸の調子が良くなくてね。だからそういう危険な食べ物を避けてるのよ。だからなんかお腹空いてるんだけど、今日はそう鮭のおにぎりとはセーフなので、あとなんかリンゴのさあのやつもう大丈夫だから、リンゴのやつ食べて、で今日夜ご飯何がいいって聞かれたから、なんか優しいやつがいいって言って、雑炊がいいって言った。違うの、なんか幕張終わってから幕張エッセ終わってからもうなんだろうダメ幕張メッセはめっちゃ健康だったのよ、あの2日間。めっちゃ健康的だったんだけど、月曜日からかな、うん、ダメだね、悪い日々が続いている。だから早めに寝てとかしてるんだけど、寝すぎてるわけじゃないのに寝れないし、なんかね取り憑かれたのかもしれない。なんかもうすっごい夜
肩が重いので、寝れないなと思って向き変えても寝れないな寝れないなってなって、もう繰り返してる最近。多分持ってきたね、幕張メッセの悪い私に降りかかるものは多分ね、多分家にあるんだと思う今。だから幕張メッセは遠くだったから健康だったんだけど、家にいるとねダメだね、なんかね悪くなる体調が。そうだからソロ公演はね本当にねまだねまだ何にも完成してない。なんか落ちちゃったやばいよ、あさってだけど。曲と衣装と決めて、歌詞も覚えてって感じなんだけど全然なんかゴリゴリに準備しすぎてもうあれかなと思って、体調来るかなと思って、やばいやばいやばいやばーばばい。曲はね聞いてるけど、振りをまだね覚えてないから、覚える覚えるっていうあれじゃないけどさ、立ち位置とかさもう自分で自由にみたいな感じだけど、口内も治んないし早く治ってほしい、本番までに治ってくれないと痛くてダメだよ。そうでもねいろいろあるから、制限は照明とか曲とかいろいろあるから、うん、楽しみにしてて。このエンパッチ今日買えばよかった、言ってよ、今日言ってよね、セリめっちゃ動くの落ちちゃうかもしれないそうめっちゃ来てた、ゼロ番にずっといると端が見えませんとかいろいろねそういう話は届いてるから、あでもどうしようかな端っこに、なんか最近流れた人たちが固まってたら別に別に行かなくてもいいかなどうかな、どうなるかな皆様の日々の行いも関係するよね座席はしょうがないとしても、けどカホが来るかどうかってやっぱ日々の行いだと思うのよだからそうそういう部分はありますよ、見てますからちゃんと、見えてるからね全部そう皆さんのねそのコメントもしっかり見てますからね、そうレスが来なくても文句言っちゃダメだよ本当にもうあれなんで、なんだケースバイケースじゃなくて
それそれだからちゃんと見てますから。そう、見てるの、見てるし確認してる、あそこにいるなっていうのはなんか本当に結構確認してるけど、見てほしかったら頑張ってカホのために頑張って見てほしかったらっていう感じの瀬戸りかな。うん、みんながそう来てくれた方がうーん頑張ってくれる、頑張る、そら怖いやらなきゃ練習ちょっとって言いながら割と普通にやってるかも。ティルーンって流れたら15分ティルーンって流れたらあれしようかな。そう、あ、もう立てる？早いね。みんなが、みんながパワーを分けてくれないと出てこないかもしれないから。何にしよっかな、髪型。お腹空いちゃった。もうなんかお腹さっき出た？嘘。見てなかった。新しいリップ塗ったの、どう、この色いいでしょ。うーん、見せないよ。あ、出てた、見てなかった。なんでみんな見てるの、香り以外も見てるのめんどくさい推しということでランキングを見ます。うーん、香水振ってあげるよ。1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位、8位、9位、10位、11位、12位、13位ありがとうございました。これはね、私の今ハマってる香水です。女の香り、いい女の香りがする。これつけていこうかな、ソロ公演の時、ソロ公演の時というわけでありがとうございました。見てくださった方、あ、そう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 、言いたいことがあるんだよあったのよ、言いたいことがあったのよ。生写真に振りかけてたやつは違うやつなんだけど、そのソロ公演に当たった方と外れた方といるじゃない。で、外れた方にそう頼みたいことがあって、へえ、叶えてくれるかなそう、外れた方っていう言い方はちょっとあれなんだけど、お家で見るよとか、その同じ時間帯に配信で見るよって方に、そう、ちょっとね、ちょっとね、
めんどくさいって思う方もいるかもしれないんだけど、実況ツイートをしてほしい。そう、ハッシュタグ佐藤赤穂つけてください。佐藤赤穂ソロ公演もつけていいけど、佐藤赤穂はマストでつけてください。よろしくお願いいたします。この痛いよ。そう、公演に来てる方はツイートできないじゃない。だからリアルタイムで見れる方、ツイートできる方は結構大事なのよ。後日見る場合は可愛いってちょっとハッシュタグさとか可愛いってツイートしといて。曲バレとかしちゃうかもしれないからね。まあでもタイムラインでバレるか。そうだから、そう、現地行く方は、まあ、現地を盛り上げる大事です。もうペンライトをブンブン回りまして盛り上げるのがすごくやっぱり活力になるし、でもその現地じゃない方はハッシュタグとかで、ね、たくさんツイートしてくれるのを見るのがすごい趣味だから楽しみにしてるから、なんかその感想ってやっぱ聞けないじゃない、リアルタイムで。だからそのそれをねたくさんツイートしてほしい。そう、現地行って後で、はん、可愛かった、うちの推し可愛かった、尊い死ぬみたいな感じのツイートをしてくれても全然嬉しい。見るから、3分おきぐらいに見るから、更新して見るから。だからその楽しみにしてます。インスタグラムの DM とかでも全然嬉しいけど、ツイートはぜひ。そう、名前がね、こうなんか最近あれだからね、トレンドとかホットワードとかとまた別で、その人が見てる系統のハッシュタグが結構出てきたりするらしいから、他のアイドルファンの方のツイッターのあれに、トレンドに出るように、ぜひ頑張って、ガホも頑張る、現地ファンも頑張る、リモートファンも頑張る。みんな頑張る、一団結拳でって感じで。お願いします。だからそのために練習するよ、カホは。あ、私は、私千の風によって歌いそうだった今。というわけで、現地はそうや、そうよ、私の言葉一つ一つにしっかり従ってください。しっかり聞いて、こうって、うん、こうやるのよ。そう、現地の人はまあ臨機応変に行きましょう。そんなあれじゃないけど、そんな大変じゃないけど。そう、服従してください。服従、ははーって。全然違ったよ、ごめん、全然なんか的違いの話してたらごめん、じゃあ全然ちゃうやんみたいな、かおちゃんショールームと言っとったこととちゃうやんみたいになるかもしれんけど、まあ、それはそれでそれよ。ってことで、はい、おしまいです。楽しかった、かほは配信が楽しかったでした。はい、ガオリンの口内炎と胃腸が治りますように。バイバイ。